中日柳裕也、京田も笠原も横浜行ったんで、3年後に FA なんでみんなと一緒に野球したい。ガチで言ってて草。冗談っぽいニュアンスじゃないのも草。柳裕也横浜高校は？ドラフトの時も指名しとるしな。ガチで言ってるやん、横浜に入る喜び。柳くん待っとるで。小笠原慎之介もベイスターズファンだよな。トレード志願で草。昔は出る喜びなんて言われた横浜が。地元やからしやない。何十人は冗談通じないから本気で言ってるって流れでスレが進むで。割と冗談に聞こえず本音っぽいのが草。3年後に FA って話し出すの割と具体的よな。横浜高校で横浜に FA 権威席ってあんまり聞かないよな。柳シーズン中からちょいちょい独白よな。中日の主力は FA しない定期。これなかなかの問題発言だろ。立浪はともかくファンがかわいそうだわな。立浪じゃなきゃ明るいチームだよな中日。与田監督の時ならこうはならなかったな。立浪どんだけ人望ないんやろ。横浜が人気球団みたいになってて草。2球団の立場逆転しすぎやろ。谷繁強奪したんだからええやろ。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。